日本鹿児島県鹿児島市、桜島藤野町桜島藤野町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島号藤野村、鹿児島郡西桜島村大和富藤野、鹿児島郡桜島町大和富藤野。郵便番号は891-1415。人口は362人、世帯数は193世帯。桜島の北部に所在し、 火山洗浄地の先端部に位置する。町域の南方から西方にかけては桜島部長、東方には桜島青度町が接しており、北方には鹿児島湾に面している。東部には鹿児島市役所桜島支所や鹿児島市立桜島、中学校などの公共施設が所在しており、旧桜島町の中心地であった。町域の北端を海岸線に沿って東西に、 鹿児島県道26号桜島港黒上線が通っている。富士野という地名は古くは南北朝時代より見え大隅国向島のうちであったとされる。江戸時代には大隅国大隅郡桜島里のうちであった。村高は天保郷町では209国余り、急行休業取調べ町では304国余りであった。元気2年に肝付しねじめし 伊藤氏が鹿児島を攻撃した際に当地に陣地が置かれたとされている。1887年4月2日には、鹿児島県下文軍の県により、大隅軍が南北に分割され、藤野村は北大隅軍の所属となった。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、桜島の西半分にあたる横山村、赤水村、小池村、 アコーバル村、竹村、藤野村、聖堂村、松浦村、二俣村、白浜村の区域より、北大隅郡西桜島村が成立した。それに伴いそれまでの藤野村は、西桜島村の大技、藤野となった。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍海変更及び群、廃置法律によって、 北大隅郡が鹿児島郡に統合され、西桜島村は鹿児島郡のうちとなった。1914年に発生した大正大噴火では、大麻横山にあった村役場が溶岩に埋没したため、青銅の民家に村役場を移し、1916年には、地内の麻東原に村役場を移転した。それ以降桜島町の中心地となった。 1973年5月1日に西桜島村が調整施行し桜島町の大技となった。2004年11月1日に桜島町が鹿児島郡吉田町、日置郡松本町、郡山町、脈郡郡木入町と共に鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法廷合併協議会である。 鹿児島地区合併協議会における協議によって、桜島町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、 鹿児島県の国示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき、それまでの大技富士野は廃止され、大技富士野の全域をもって新たに鹿児島市の町桜島富士野町が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市立桜島中学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。桜島市所入口交差点から県道26号を桜島港方面に臨む。ありがとうございます。